こんにちは、漢方チャンネルの平地はるみです。今日は柿について解説させていただきます。柿が色づくと医者が青くなるなんていうね、言葉がありますけど、多くの効能がある果物で、いろいろな部位が生薬として使われるということで、以前柿のヘタとかですね、そちらの方については紹介した動画があるんですけれども、今日は果肉の方ですね、普通に食べてどのような使い方があるのかっていうことについてやっていきたいと思います。もちろん食べ過ぎると、冷やす作用が強いので、食べ過ぎると便秘とかお腹が痛くなるとか、そんなことありますので気をつけてください。生薬としての部位なんですけども、柿のヘタですね、こちらが生薬として、しゃっくり止めの特効薬ということで、この一つ柿のヘタだけ煎じて使うってこともありますし、指定糖っていう処方もあります。それから脂質、柿渋、柿の実を加工していた渋なんですけども、こちらは高血圧の敏感薬ですとか、あとは傘や和紙の防水防腐剤、あと日本酒を作るときに、ね、成長剤、こういうのに使われるそうです。それから紫蘇、こちらも生薬ですけども、干し柿の正面に生じる白い粉を集めて使う、喉の痛みとか咳なんかに使います。それから柿の葉、こちらは、葉っぱの部分ですけども、血圧を下げる作用、あとはビタミン C が豊富な、健康茶として、よくね、飲まれております。あとシベイというのが果実を加工して餅状にしたものを薬として使うんですけども、こちらも咳とか血痰、下痢、痔なんていうちょっと出血とか炎症を伴うような症状に使われます。どちらかというと今日は果肉を使うので、このシベイに近い効能が、あるのかもしれません。で、柿というのはですね、ビタミン C も豊富ですし、それからさまざまな、ね、栄養があるんですが、なかなか売れすぎてしまった柿を持て余してしまうっていう、声もありますので、なんとかこれを利用できないかなと、思ってですね、私はこのちょっと熟しすぎてしまった柿をですね、いつもこの時期になるとわざとこう熟させてですね、ソースをね作っておくんですね。1年分作って、冷蔵とか冷凍とかして順番に使ってます。ですね、いろんな今日やるのは本当に柿だけ使うんですけど、これにトマトの缶詰を混ぜたり、それからスパイスは今日はカッコン糖エキスを、ね、使ってみますけども、カッコン糖、本当は桂枝糖なんていうね処方で代用する、カッコン糖エキスを、漢方チャンネルなんで使ってみようかと思うんですけど、本当はシナモンとか、クローブとかですね、あと、ローリエの葉っぱとか、いろんな自分の好きなスパイスを使うと香り豊かなね、ソースが出来上がって、これは本当に美味しいので、ぜひ、熟してしまって捨ててしまうなんていうね柿が出てきてしまったら、こういうふうに作っておいて利用していただけるといいかなと思います。この柿の熟したものはですね、栄養価ももちろん最高潮になってるわけなんですけども、いろんなことに使え、このソースもいいんですけども、肉をこうジップロックかなんかに冷凍しておけばいつでも使えますし、これだけでもとても美味しい、下味をつけるお肉なんかがとても柔らかく出来上がりますので、そんな風に使っていただいてもいいかなと思います。それでは早速作っていきたいと思います。柿はですね、このぐらいのぶよっと押せばこうへこんでしまうぐらいな、本当にこう柔らかい、ものが最適ですね。このぐらいになったものをですね、処理していくんですけど、
このヘタはこれは使いませんので、こう取ってしまうんですね。そして中の、種は取り出します。でこんな風にぐちゃっとなってますけど、これは全部使いますので、このように中身を出して、一番外の硬い皮も取り除くと、このように、潰れて果肉が出てきます。3つか4つ柿をこのように潰すと、このペースト状の、このドロッとしたのがね、こうこのぐらい、だいたい1カップ以上取れてると思うんですけど、これをソースにしていきます。ではお砂糖大さじ1と、お水、同量ですね、入れまして、カラメルソースを作っていきます。少し焦げるまでかけて、お砂糖が焦げてきましたら、柿のペーストですね、カップ1入れます。ではお醤油を 50cc 入れます。隠し味はこちらの本当ですね、1回分入れます。そしてここに、お酢を 50cc、 今日は柿酢を使います。そして火を止めて完成です。
いろんな料理にソースとして使ってもいいですし、もうちょっとちゃんと上澄みだけこしたいっていう方はさらしでこしてもいいですが、私はこのまま使ってますので、これを瓶に入れて、保存します。大体冷蔵庫で2週間は使えますし、冷凍しちゃえば、何ヶ月も使うことができて、1年ぐらい持つ感じですね。はい。